に起動するとこんな感じで始まります。ダウンロードが終わるとすぐに主人公が転生するきっかけとなったプロローグが始まります。ここから主人公以外のキャラクターも出てきます。今主人公がどういった状況にいるかという場面です。ここで名前を決めるんですが、今回はデフォルトの K という名前で進めさせていただきます。続いてキャラメイクです。性別の選択画面はあるんですけど、パーツは全て一緒で、性別の違いはここにあるデフォルトのキャラクターの違いというだけです。プレイヤーの趣味・嗜好に合わせてカスタムしてもらえればと思います。今回は女性のこのキャラクターで進めていきます。ここでお嬢様の顔を見て、この世界は小説の世界だと悟ります。という感じでゲームが始まります。先ほど説明したガチャカードのところから説明させてください。ガチャはこの画面に、先ほどの画面の下の方の正体という場所にありまして、今回はこの星4が最低1万以上確定する10連正体をやっていきます。このガチャを回すためには魔法石と呼ばれる石でやることができます。ガチャはお茶会をイメージして制作していまして、演出ではこの無地で茶色い紅茶が最低5升、ブルーのカップにピンクの紅茶が星4が2枚以上、紫で金のバラの柄がついたカップがカップに水色のような紫のような紅茶で星5が確定する演出となっています。星5のカードはまずリフが出てからカードが登場します。で全部終わるとこんな感じです。続いて今出たカードの強化をやっていきます。そのカードという場所でやります。まず育成したいカードを選び、こういった画面が出てくるんですが、カードのレベルを上げるためにはこの3種類のアイテムが必要になります。左から成長率が高く入手しづらいアイテムになります。下のスキルは先ほど説明した通りパズルに使用でき、今回はレベル上げの方だけやっていきます。
少しはできそうですわね。